はい、こんにちは。詰将棋の難しさは単に手数だけではないんですけど、でも一般的な私のイメージの中では3手はだいたい一目で解けると。で、5手はまあ一目で解けることもあればちょこっと考えることけど大体できると。で、7手はまあできる場合が多いけども、まあ相当考え込むことも多いと。で、9手になるとちょっと7手との大きな壁を感じて諦めちゃうことも時々あるという感じなんですけども、でも、9手でも筋が見えやすいやつはまあすぐ解けるかなと。で、今日から一応簡単に解ける9手詰めというのをちょっとやってみたいと思います。これは9手詰めです。で、まあ大駒が強力に3枚も持ち駒にあるんですけども、でも結局はこれってこう頭金打てば詰めっていう、これが見えてればと、もうこの金をなんとかしてこの状態のまま取りたいっていう感じですよね。で、まあ初手もそもそも限られてますからね。まあ限られてるというか2通りぐらいしかないですよね。3一から角打つか2三から飛車打つかと。まあ多いより飛車が好きなんで、飛車は2枚やっても取っておきたいとなればこっちが先なんですが、これ逃げるのはさすがに簡単で、最初に言ったように、とにかくこの地点でバラバラにして金を手に入れればいいということなんで、もうこうなったらもう打っちゃえば同金同角なり同玉で済むんですけども、まあこれは当然3一同金と取ると。で、まあ飛車が取られずに打てると嬉しいんですけども、まあこっち行かれて、で、こうかぶせて飛車打って、これ取ってくれれば詰みますね。取ってくれれば同金同飛車なりで、で、同玉なら頭金だし、逃げても金手に入ってるんで、まあ同金同飛車なりで、同玉なら頭金だし、このと金取られても頭金で詰むんですけど、こういうのはまあ重たくて取ってくれないですね。こういう飛車は取ってくれずに、このと金取られちゃうとちょっと続きがないということなんで、3一角から入るのはどうも詰まないと。なればもう2三飛車からしかないですね。で、まあこれはもちろん同金と取る一手で、そこで3一角と。この3二はもうと金引けばいいだけなんで、1二に逃げる一手と。で、まあそこでもう最初からの目標通り、この地点でバラバラにして金を手に入れれば、積み上がりということになります。ということで、詰め手順は2三飛車同じく金、3一角1二玉2二飛車同じく金、同じく角成同じく玉2三金までの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋シリーズは、こういった藤井聡太竜王が少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く名手が登場する大道詰将棋や、まあ普通の探偵数もの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。